混合診療、混合診療、混合診療、ミクストギリングとは国際的に明確な定義はないが、厚生労働省は日本国内での一連の医療行為について保険診療と保険外診療の併用を認めること、としいる。日本医師会によれば保険診療と保険診療外の診療行為自体の混在ではなく、日本の国民皆、 保険体制の公的医療保険制度の主管システムである医療の現物給付の中での費用の混在一部負担金を含む保険給付と保険外の患者負担との混合を指すとされる。なお、癌など命を脅かされたの治療手法では見込みがない疾患に対し患者本人の予防と自己責任において未承認薬を使用する場合はコンパッショネート使用制度 シャなチューズ、人道的救済使用、緊急避難的限定使用、CU 制度といった例外措置制度があり、これは欧州連合圏では普及している。イギリス、カナダ、日本では疾病に対する一連の医療行為において混合診療を禁止する療養担当規則があるが、それ以外の国では法律規定はない。ただし、日本の混合診療解禁論で懸念されている。 危険医療実施や医師の儲け主義については、コンパッショネート使用制度、医薬分業、データ共有、公開、医師間相互チェック、第三者チェックなど医療、医薬品制度や規制によって実質的に抑制されている。日本の医療制度では、保健医療機関において行う疾病に対する一連の医療行為において、保険給付外診療、 自由診療を併用した診療は認められない。同一の疾患に対して、健康保険による治療と自由診療の治療を行った場合は一連の治療とみなされ、健康保険は適用されず、すべてが自由診療となる。したがって、健康保険の支払い期間に一連の診療に関わる、診療報酬のすべてを請求できない。ここで、一連の医療行為とは、 保険診療を行っている疾病に対する医療行為全体を示す。したがって自由診療の対象となる疾病と保険診療の対象となる疾病が異なる場合は一連の治療ではないの混合治療とはみなされず同時に行うことが可能であり健康保険の対象の治療に対する診療報酬を請求することができる。この解釈について厚生労働省は 出産のための入院中に骨折した場合を例と、すれば骨折の治療は自由診療である正常分娩とは独立した疾病に対する一連の診療をなしており、これを保険診療として取り扱うこととなる。その場合、当該症病による治療が入院を要するものである場合には当該ベッド代は保険給付の対象となるとしている。また、 自由診療である健康診断の胃カメラの途中で、ポリープが見つかりきれした場合に、ポリープの切除や病理検査は健康診断とは、独立した疾病に対する一連の診療をなしていることから、医療保険による保険給付の対象となると説明している。同様に、インフルエンザの予防接種は自由診療であるが、現在受けている保険診療があるとしても、 それとは一連の診療に該当しないため、今後診療とならないので、保険診療と別に自由診療のカルテを作成し、会計処理することが許されている。日本における公的医療保険は、1911年に健康保険法の制定により、国民の一部のみを対象として誕生し、1961年に国民健康保険法が制定されたことにより、 ユニバーサルヘルスケアが実現していたが、1984年に保健医療機関及び保健医療用担当規則第18条が規定されるまで、混合診療の禁止を解釈できる法令上の名分規定は存在しなかった。それゆえ混合診療の禁止に法的な根拠があるのかには議論があるが、公述するように最高裁判所は、 保健医療機関及び保健医療用担当規則第18条の規定により混合診療が原則禁止されていると判断た。OECD はこの制度は患者が公的保険で認可されていない新しい医薬品、治療法を選択することを効果にし、それらへのアクセスを遠ざけていると指摘している。なお歯科については伝統的に混合診療が認められてきたが、 患者の希望により一連の治療行為の中途よりの死費診療への変更が政策的に認められている。国際医療福祉大学元大学院長、個人の貝原主子ことは一連の医療において保険範囲内と範囲外の診療を同時に行う場合を仮に混合診療とした場合は以下の5つに分類されるとした。2004年、平成16年12月15日、 厚生労働大臣と規制改革担当大臣とが合意した、いわゆる混合診療問題に係る基本的合意の中で文書化された、いわゆる混合診療問題についてという解説で、いわゆる混合診療で注目される保険外診療として以下の3つを挙げた。この扱いについて、東京地裁は2007年11月7日、悪性腫瘍に対して一連の治療とみなされた。 保険診療と自由診療の混合診療において保険診療部分の給付を求める訴訟の判決の中で健康保険法などを検討しても保険外の治療が併用されると保険診療について給付を受けられなくなるという根拠は見出せないとし国による現状の法解釈と運用は誤りであるとの判断した一方で同判決は法解釈の問題と 混合診療全体のあり方の問題とは、次元の異なる問題とも述べ、混合診療自体の是非についての言及は避けた。しかし、高訴審の東京高裁は2009年9月29日、保健医療機関及び保健医療用担当規則第18条規定が、混合診療を原則として禁止したものと解するのが、相当多と判断を示し、悪性腫瘍に対する一連の保健診療に、 自由診療を併用する混合診療の禁止を適法として原告患者側の請求を退ける判決を言い渡した。最高裁も2011年10月25日保険外併用療養費制度は保険医療の安全性や有効性の確保患者の不当な負担防止を図るもので混合診療禁止の原則が前提。混合診療を全額自己負担とする解釈は 健康保険法全体の整合性の観点から相当として混合診療禁止を合法と初判断を下して上告を棄却した。保険外併用療養費制度とは一連の診療に対して保険診療外の部分については全額自己負担、低下なく自由料金となるが保険診療の部分については保険適用とする医療サービスのことである。 憲法憲法第86条2004年前後の動向を受けて従来の特定療養費制度を再編する形で制定された保険外併用療養費制度では保険対象外と保険対象が混じった費用の扱いになるがあくまで国民皆保険の検事を前提とするものであり混合診療を無制限に解禁するものではないしかしながら保険診療において 保険外診療、自由診療との併用が認められているため、混合診療と説明されることがあるので注意を、要する。健康保険法第64条で、保険医療機関において、健康保険の診療に従事する医師は、保険医でなければならないとされるが、保険外診療を禁止する法的根拠はない。つまり、患者としては、保険医療機関で、 保険診療を受けながらの別の自由診療機関で保険外診療を受けることで保険外診療も受けながら保険医療機関における保険診療により健康保険からの給付を受ける形をとることで混合診療を受けるときと同様の恩恵を受けることが可能である以下のような手法で事実上の混合診療が横行しているとされる1950年代の国民皆保険黎明期には 医師らは保険医療を制限医療だとして強く忌避し患者に自由診療を進めていた。当時の医師にとって保険医療とは医師という専門職における自由な創生に基づく裁量権を制限するものであり追加費用を支払って自由な医療を受けようとする患者の任意に選択した医療を受ける機会を奪うものであると医師らは主張していた。 1961年には日本医師会が主導する全国一斉休止にや保険医指定の自体運動も起こっていた全国保険医団体連合会連絡会の成立2004年小泉純一郎首相当時が混合診療解禁を支持しこれを受けた規制改革会議では混合診療の緩和が提言され賛否分かれての大きな議論となったその結果 今後診療は全面解禁せず、保険主催された新薬の適応外投与が追加される等、特定療養費の範囲を拡大することで、政治上の合意がなされた。それを受け、2005年の厚生労働白書においては、特定療養費制度を廃止し、保険導入のための評価を行う、保険導入検討医療、過小及び保険導入を前提としない、患者選択動員医療、 過小に再編成する案として述べられており、これは後の保険外併用療養費制度となった。2009年の OECD 対日審査では、この制度は日本独自のものであり、英国でのかつての同様制度は現在撤廃されていると報告し、また改革案には厚生労働省と日本医師会が主に平等医の面から強く反していると記載されている。OECD は 患者ニーズの多様化と医療技術の進化を考慮し、自由診療との混合が認められる、請求範囲を拡大する必要があり、それによって、先進的な治療、医薬品へアクセス可能となり、医療の質が向上する。これによって、医療機関間の競争が活性化すると勧告している。また、医療製品の認可ラグの長さについて、平均四百十七日間である状況。 2004年を他国並みに改善すべきと勧告されている。2011年からは日本医師会などが2010年末から米州、太平洋、アジア10カ国近くで提唱されている環太平洋戦略的経済連携協定 TPP 交渉において日本の医療自由化が議題となる可能性を指摘している。日本医師会は TPP から公的医療保険制度を除外することと、混合診療の全面解禁を行わないことを約束するよう政府に求めている。西村康俊衆議院議員は、アメリカ合衆国通商代表部日本担当のウェンディ・カトラー代表補が、日本の皆保険制度については何も要求しないと明言したとしている。健康保険法改正により、2016年4月からは、 患者申し出療養が解禁された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。